大王将の巨大松ぼっくりとお花紙を使ってクリスマスツリーを作りました。まず松ぼっくりを乗せるための台を作ります。今回は内側が片面段ボールになっている封筒を切り開いて使いました。7センチ角の正方形と縦4センチ横17センチの長方形に切ります。長方形を輪にしてボンドで留めたら、ボンドを縁のところに盛り上げるようにしてつけ、土台に貼ります。ボンドが乾いたら松ぼっくりを乗せますが、大抵こんな風に傾いてしまいます。傾く場合は底になる部分の輪辺をラジオペンチなどで剥がしてまっすぐ立つように調整します。土台の上にボンドを盛り上げるようにしてつけ、松ぼっくりを乗せます。しっかり乾いたら飾り付けをしましょう。緑色のお花紙を4分の1に切り、丸めて松ぼっくりの輪辺の間に押し込んでいきます。この時お花紙を折りたたむとぺちゃんこになってしまいます。ボリュームが出るようにくしゃくしゃにしてふわっと丸めてください。バランスを見ながら全体に押し込んでいきましょう。少し隙間が残っているくらいでいいです。次にボールにするお花紙を半分に切ります。手のひらに糊を塗り、手と手を合わせます。糊の量は少しペタペタするかなというぐらいの感じです。お花紙を1枚手のひらにくっつけ、手と手の間に軽く挟んでくるくる回すと自然にボールの形になっていきます。ボールに糊をたっぷりつけ、空いている輪辺の上に貼り付けます。一つ一つ貼っても、先にボールをたくさん作っておいて貼ってもどちらでもいいです。ラメ糸2本を1メートルぐらいに切り、端をセロテープで留めます。真ん中をツリーのてっぺんに巻きつけ、少したるませながら松ぼっくりにくるくると巻きつけていきます。一番下まで巻きつけたら、セロテープで留めているところを輪辺の間に押し込みます。てっぺんには星型のスティックを刺します。長さは先を折って調節してください。ボンドをたっぷりつけて貼り付けます。グラグラするときは緑色のお花紙に糊をつけてスティックの根元に貼りましょう。隙間が気になるところにも緑色のお花紙を足しましょう。雪が積もっている感じにするために濃いめに溶いた白い絵の具を輪辺の端に塗ります。絵の具が乾いたら出来上がりです。お花紙の色を青、水色、白にして銀のラメ糸を使うと雰囲気の違うツリーになりました。お花紙やラメ糸の色を工夫して自分好みのツリーを作ってください。クリスマスらしい感じになるように置き方や周りの飾りを工夫しましょう。